チャオ、あちゃんです。めっちゃ久しぶりにグリッドやりましょう。あれ、グリッドね、結構ね久しぶりやねんけども、結構ね進めてはいってんのよ。でだいぶね勝ち進んできてんねんけども、アジアンツアー勝てるかな。久しぶりやからね。フェルナンド・アロンソチャレンジ、こっち行こうかな。これ行きますか。車はね、これねコルベットか、コルベット C7、 フェラーリ488、あとはね買わなあかんねんけど持ってないね。フェラーリで行こうか。488で行きますか。はい、行きましょう。結構後ろの方からスタートやね。最近ね、ダートとかね、滑り系のゲームをやってるんだけど、久々にグリップのレースをやりましょうか。グリッドのね、2一時期ハマったんだけど、1の方なんでね、めっちゃ久しぶりやね。まあでもクリアしきったからね。これがまたね、綺麗のよ。このジャパンコースがまたね、綺麗だよ。Oh!
ビータやねんゲームになっちゃうんだけど、ちょっとねフェラーリボロボロになっちゃいましたわ。488いいね、かっこいいね。はい、厚美さん優勝です。あ、レース行きましょう。今日朝からねプラモデルを作っとってね、ずーっともうね夕方なんよ。であれがなくてね、ゲーム動画がないからね今日中に撮らなあかんなと思って、そういや久々にグリッドがしたくなってねと思って9番グリッドからスタート。きれいに修正だ。ちょっと気づいてんな。
気象ができへんから。スタメでした。いいスタートしようか。もう一回やろう。
なんとか抜けた。勝ちました。なんとかね、うん、最後のコーナーでね抜けたけども、ツッコミ勝負しかないのよ。はい、ちょっとリプレイ。いや、面白いね、グリッドはね。私は結構グリッドね、好きなんよ。曲もね、悪くはない。まあ、どっちかってゲームセンター。本物よりも、どっちかってゲーム感覚がするんだよね。面白い。で、かっこよくない。見てみましょうね。ちゃんと見られる。こんな感じでね、グリッドをね、2レース、1レースね、リトライしたんでね、
まあ、3レースやったけどね、実質ね。楽しかった、やっぱり。久々にやるとね。ね、結構ね、お金貯まってるんでね、そろそろね、車買ってもいいかなと思うんだけどね。フェラーリかっこいいね。ポルシェと、アストマーチンの際ね。ということで、これ優勝しました。ということで、ね、だいぶね、トロフィー揃って、あ、ここトロフィーあげてる。これ何？プロツアー R32 やね。R32 かっこいいな。ポルシェ GT グループ、GT グループ2、1、フェラーリやね。これさっきやったん何やったん？これやったんか。GT か。アメリカン GT ちゃうの。ジャパンなんやね。これや。アジアンツアーは、車何やったんやろね。よくわからんけどね、この辺りをね。まあ、まだこの辺り空いてるのでね、また引き続きやっていきたいと。お、F1 や。やっていきたいと思います。はい、ということでね、また、グリッド引き続きやると思います。これね、DLC のシーズン1。まだ全然シーズン1ね、全然開けてないんでね、2もね、3もね。この辺りまた、引き続きやっていきたいと思います。ということで、今日のあっちゃんの、グリッド、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録して、またあっちゃんのゲームも見ていただければ嬉しいです。ではまたね、バイバイ。